どうも、ジラティです。ロストオデッセイ、まだ続きをやっていきたいと思います。結構日が空いちゃったかな。あのね、何をやってたかっていうと、これをやってました。バックヤードのね、戦いをね、今んとこね、このライトクラス、それからミドルクラスで、おそらくライト、ミドルってあるんで、その上もあるんでしょう。おそらくね。でも今はアンロックしてないので、アンロック条件も上がりませんし、ちょっと謎ですね。でライトクラスっていうのは、普通にここに飛び込んできて、で戦えば、まあ、できるといったことですね。でミドルクラスっていうのはガンガナの邸宅の、下にある、そこで、ボス戦があって、そいつからもらうっていうことですね。そいつのドロップアイテムっていうか、スティールアイテムっていうか、それで手に入ったもの、それが週刊バックヤードってやつなんですけど、それで、ミドルクラスを、戦うことができるようになるといったことですね。あ、これね、それでね、これね、動画でやってもよかったんだけど、ちゃんと戦いたいじゃない。前にもなんかのどっかのパートでも言ったんだけど、ほら適当にね突っ込んでって、じゃあまあこれ開始しましょうかみたいな感じでね、これだけほらやったじゃないですか。わけわかんなかったんでね、これだけは動画でやりましたけど、その時星2つだったかな、ちょっとよく分かってなかったんで、でほらじゃあこれやりましょうか、次ね、じゃあこれやりましょうってこれやってっても、適当にさ、やってさ、勝ったら次っていうのちょっとなんなんでね。ちゃんと戦いたいので、まあ、ライトクラスって簡単なやつですけど、まあ、簡単は簡単なりに、いろいろね、星3取るには、いろいろね、考えられてるんですよ、それなりにね。今ちょっと細かく説明しませんけど、例えばね、まあ、こういうのもそうだけど、10体以内に勝利、イビルアイを倒す。ああ、そうなんだって言ってこう挑むでしょ。でこれはね、三つ星を取るための条件を右に書いてあるわけじゃないんですよ、そのコンディションってやつね。これはあくまでもこれを、この2つの眼球っていうのをクリアするにはどういう条件なんですかっていう条件なの、全部で。三つ星を取るための条件っていうのはまた別であるわけよ。こういうのもね、いろいろね、よく考えられてるんです。あー一筋縄じゃいかないなみたいなね。勝てますよ、時間もかければなんとかなりますけど、でもね、それなりにスマートに戦おうと思うと、あれこれ考えなければいけません。でね、今レベルもね、なんていうのかな、極端に低いわけでもないけど高いわけでもないのよ。だからね、前回、言おうと思ったんだけど、前回戦ったね、この登場ケロロンダライトクラスの一番上ね、これね、前回ね、たまたま平気だったのかな、なんかちょっとよく覚えてないけど、これね、一撃がね、3000ダメージぐらい飛んでくるの。で、人によっては4000ダメージぐらい飛んでくる必殺技があるんだけど、奴らのコンビネーションっていうの。だからそういうのも防がなきゃなんなかったり、いろいろあるのよ。それなりにね。3000ダメージって、皆無だろうがせずだろうがとてもじゃないけど耐えられないので一撃死してしまうのでね、まあそれなりに大変ですよってこと。それでね、この動画を出してる時にはもうライトクラス、ミドルクラスっていうのをまとめた、一つずつね、バックヤードっていうことで、また別で作って、動画出してるはずです、この動画を出してる時にはね。だから内容、物語っていうのかな、本編っていうのかな、それの、は前回はいつなんですかっつったら、前回前々回かっていうことをですね。今回はパート59のはずなんだよね。でパート57、58、それはバックヤードのライトクラス、ミドルクラスで分けてます。まあそこではバックヤードパート1っていう風に多分載せてると思うんだけど、まあ連番として数えるなら今回は59、とにかくずっとライトクラス、ミドルクラスの動画作りのために戦ってました。前回から何をやってたかっていうのはね、
それからね、もう一つやってたことがあります。今説明するのにワールドマップが必要なんで、ワールドマップのが表示できるところまでじゃあカット。それでね、前にね一個だけ見つけた、この段丘の岩窟、ここにちょっと行きました。初見で行ってもよかったんだけど、まあ、ちょっとどんなところかなと思って、もしムービーがあったらやめようと思って、でここ行ってみたんだけど、なんかね何にもないの。でも絶対なんかあるんでしょ、だから今は何にもないっていう感じでね、適当に回ってね、で全部戦いはトンズラで逃げました。でね、ちなみにね、こんなのを手に入れました。でこういうのが手に入った。ちょっとバーって見せちゃいますけど、また今度見せますよ。ここ絶対なんかに行くはずなんで。あ、でね、箱演奏楽譜なの、これ後でまた説明しますが、こういうのが手に入りました。アクセサリーはなかったね。あ、そっか、これももらったんだな。でね、楽譜がね、これ手に入ったんで、じゃあウーラに行こうって今度。で、これも前散々動画、撮ったのでね、これも裏でやっちゃおうと思って。でね、これね、箱演奏ならなんだけど、結んで開いてなの。前回っていうか、前にやった時に、ウーラに来た時に、キラキラ星あったでしょ？キラキラ光るの、キラキラ星ね。で、あれさ、日本の曲なのかなって言ってたと思うんだけど、これもどうなのかな？まあ、ちょっとネットで調べればわかるのかもしれませんけど、結んで開いてね。結んで開いてでしょ？多分ね。あ、多分ねっていうか、そうだったんだけど、ね、これをやりました。で、これだけちょっと動画撮っといたんで、見ましょうかね。段丘の岩窟で、一通り回って何にもなかったので、なんかいろんなねイベントごとがね、ムービーとかで楽譜の穴が手に入ったんでここに来てみたという流れですね。裏でやってた流れね。で6までやりましたね、前ね、ここでね、全部じゃないけど。へえと思ってさ、結んで開いてなんだと思って、日本の曲なのかね、わかりませんけどね。まあ子供たちでも適当に入れておこうかっていうようなイメージで適当にね組んだんでね。まあ歌うわけじゃないけどね。メロディーですね。まあということでしたね。結んで開いてですね、まさにね。でね、何もらえるのかなと思って見てたら、おおと思ってさ、これすごいね、風耐性のダメージ無効化、素晴らしいね。
というわけだったんですよ。そんなことをしてました。だからバックヤードのライトとミドル、それからこの段級の岩窟、ここ一通り回って何もないっていう感じで、で、あと箱演奏をやったっていう感じですね。で、これをもって多分ね、その後いろいろまた海の中回ってたんですけど何もなかったんで、今のところ行けるとしたら、行けるところは全部行った。で、千年の夢も全部読んだ、発生したところはね、という感じなので、いよいよメインストーリーね、進めていきたいと思いますが、じゃあここ行こう。ちょっと右下にさ、白くさ、白いひし形がさ点滅してるじゃん、あそこに行けって言うんでしょ。で、それのちょっと上の方に丸いのがあるよね。あれ何なんだろうね。段級の岩窟は左下のね、もうこうアップとかできないからさ、左下のひし形ね、今グレー表示になってちょっと見づらいかな。じゃあ行きましょうか、ぐるっとね、行くしかないのでね。これなんか意味あんのかな、このジャンプ。なんかこういうの乗り越えられるとかさ、なんかよくわかんないけどね。あ、あれあれあれ、白いね、点滅。うん、でも何もないんでしょ。いけないよな、今見えない壁に阻まれましたね。かといってかといって地上も行けないんでしょ。あ、いけないよな、阻まれちゃった。あれ、なんなんだあれ、本当に。あ、あれ、あ、ちょっと待って、こうアップできないか。あ、アップできない、あれのことかな、なんか変な柱みたいの。あ、そうだね、角度的にね。さあ、じゃあちょっと行ってみましょう。これなんかあんのかな、今んとこ。このなんかくぼみはなんだ。あ、なんかアイテムとかあったのかな。おおおお、あ、あ、こうやっていくの。あ、もう近いじゃん、ひし形。あ、こうやっていくんだったんだ。いや、違う違う、違かった。違うわ。だってこれ以上潜れないもんな、このゲーム。別に潜るとかいう機能はないからな。なんなのこのくぼみ。ちょっと操作がすごいしづらいんだけど。でもなんかありそうだよね。ちょっと待ってよ。もうちょっとググっていけない？ちょっと待って。どうやって操作するんだ？ほら、これ、浮上すればいいのかな？浮上、まあ浮上はどこの海底でも浮上のボタンは出るけどさ。ここ違う、あ、ここだここだ。なんか急に音楽、あ、ムービー始まっちゃうと困るからちょっと A ボタン押さないけど、とにかくね、だいぶさ、サブクエとか、このノーチラスが手に入ってね、いろんなサブクエとかなんかちょっとプチオープンワールドみたいな、感じでプレイヤーが放り出されてね、いろいろ、まあ今のうちに回っときなさいよっていうのをここ最近ずーっとやってましたけど、メインストーリーとしては、とにかくこのノーチラスでね、まあ、沼らとかも行かなきゃいけないし、ガンガラを追うためにちょっと鳥海流を乗り越えなきゃいけないわけね、この船でね、ノーチラスでね、だけど鳥海流を乗り越えられないのよ、この船だとね。だからそれを可能にするのが東方部族の技術によって、技術っていうの、東方部族っていうぐらいだからそんなに都市国家とかじゃないんでしょうけど、なんかとにかくこうなんか神秘的な力があるんじゃない、マックに取り付いた力みたいに、だからその手を借りてこれを強化するってわけよ、しようってわけ、このノーチラスをっていう途中で、いろんなサブクエとかをずーっとやってたと、まあ、バックヤードもそうだけど、そして今やっとここに来たっていう感じね。ちょっとどのぐらいか覚えてないんだけど、パート48かな、パート48の続きっていう感じだね、メインストーリーで言えば。だからもしあれだったら パート48、まあ本当は 48.5 も見てほしいけど、パート 48.5 ね、まあ48でもいいですけど、その続きっていうことですね。さて、東方なんかムービー、大廃墟か結構でかそうだね。ああ、なるほど、ああやって、ああいうふうに丸くなってるから潜ってから行かなきゃいけないのか、行けなかったんだ。ああ、なるほど、じゃあちょうどよかったね。
大廃墟か。あ、やっぱムービー。久しぶりだな。来たことあんのか？らしいね。もう二度と来たくないと思ってたんだがな。またあれが必要だね。あれって？あれって？魔力の掛け合わせによる力だ。それつまり何ちゅうこと？呪術は陰性から存在する自然にあふれるさまざまな力を独自の精神力によって増幅する術。その精神力は宿る石があるという。ああ。それのことね。さすが物知りだ。伊達に千年生きちゃいねえな。お黙り。だい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 だ。つやはい。お母さんだな。なるほどなるほど。あんたらの言ってたお宝ってのはその石なわけだ。古代人の精神力で鍛え上げられた石がここのどこかに眠ってるんだ。昔一つだけ命がけで手に入れた。ローチラスが世界最強の馬力になったのはそのおかげよ。過ぎた力だ。ああ。どうしたの？石によってもたらされた力によってこの地の人々は繁栄し、ああ、そしてその力によって滅んでいった。ああ。ええ。また同じことが起きようとしてはいないだろうか。今度のこれは桁が違う。魔導力はもっと大きく、もっとまがまがしいものだと思うわ。ああ、この30年ぐらいによってまた魔導力が増してるからみたいな意味、だから前とは違うって意味なのと、まあ力を手に入れたことによって、まあ、自らが滅んでったみたいなことを言ってたけど、この東方部族との戦いを民はやったわけでしょ。この民はね、で民がなんか滅ぼしたみたいな、なんか意味合いのこと言ってなかったっけっていう風なのがね、私何回か言ってるんだけど、この話どっかのね、家のね、沼良だっけな、沼良の普通の住居、誰かさんの家ね、誰々って家の本棚に書いてあったのよ。 本があったのよ。まあじゃあちょっとセーブでも取っとくか。じゃあ一回カットね。カットしました。いやー久々にムービー見たな。あっとまたか。見て、何か浮いてるよ。一体何だろう。 あれか。古代に作られた移動用の装置みたいね。今もまだ呪術の力が残っているのよ。なるほど。赤い森にあったプレートと同じだ。ああそういうことか。だからこのね、赤い森っていうところですごい戦いがあったんだって。500年前だっけな。確か。でそれが沼良とその東方部族との戦いで何千とかって何万とかって言ってたっけな。なんか死者が出て、でその血で染まったってわけ、森が。だから赤い森だってわけよ。であそこでなんやかんやあった後に、マックがその呪術の力をなんか体に宿したんだよね。なんでマックだけなのとかってクックは言ってたけどさ、まあそんな感じなのよね。じゃあまたなんか浮いてるやつ乗ったりなんかいろいろするんだね。へえ。ちょっとよくわかんないけど、はあ、なんか普通の石みたいのと人工物みたいのがあるね。あれ人工物でしょ、あの薄い青いやつ。まさかあれ自然界のものじゃないよね。あれそういえばさっきムービー入る前に見えてた宝箱あれかな。かもしれないな。なんか目の前に宝箱あるなと思ってたんだよね。フルマ気をつけて。まあしまったな、メンバー何も考えてなかったな。参ったな。どうしよっか。装備もやって、こんなのつけてる。じゃあまあ次に戦ってみようか。こいつらか。赤い森にいて、ちょっと待て、エルモンじゃないのか。トルッキー、
ちょっと待って、これエルモンと同じやつか。まさか盗むんじゃないだろうな。こいつちょっと優先的に戦おう。あ、飛んでるしかない。嘘。ちょっと待って、待って、何者なんだまず。結構あるな。うん、こいつまずいな。こいつ全体魔法とか使うやつじゃないか、おそらく。ウィンドか。あ、まずいな。ゼウィンドとか。あ、じゃあちょっと待てよ。これじゃあ取ったやつ使ってみようか。さっきの。まだ一回も使ってないんだよ。そりゃそうだけどさ。まあ一人だけだけどね。ちょっと待てよ。ちょっと待て。あ、土？これあれだな。赤い森にいたなんとか東堂と一緒だね。土ね。あ、火？火？じゃあ水か。こいつ優先的に倒すか。あ、土だが風ね。で、これ火か。風だから。どっちがいいかな。ちょっと、こいつ怖いから、こいつ倒しとこう。こいつ、絶対強いな、多分。奥のやつ。じゃあ、そうだね。ちょっとこれつけとこうか。ちょっと待てよ。あ、そっか、魔法も使えないのか、今。参ったな、ちょっと待て。ちょっと待て。ごめんなさい。もう忘れちゃった。あ、火ね。で、こいつ風ね。まあ、こいつは名前でわかるから、いいか。うん、これが土だからなんだ、風か。ああ、水ね。水。じゃあ、よくわかんないから、魔法でまずね。うん、あの奥のやつはこれにやってもらおう。ちょうど生徒がいるし。盗む。あ、そっか、これも、あ、またやっちゃった。じゃあ、これで。水だったよな。うん。あ、ダメか。お、オッケー。よし、オッケー。おっと、なんか盗んだぞ。さすがに死んだか。あー、これきつ。赤い森のやつと同じですね、今のね。うん、ああいう攻撃ありましたね。さてと、執念も多分入ってないだろう。あいつ土だったな。風か。まあちょっとやってみようか。これ何持ってんの。あ、これ。うん、じゃあちょっと、なんだっけ、風か。また、ちょっと待ってよ。よし、取れるか。おっと、毒の油。死んだか。おお、ラッキー。まあ、それ上がっちゃうわな。うん、ああ、そうか、それ考えてなかったな。あの、いろいろ。ああ、なんか、これは習得の方か。見破りの極意。見破りの極意。なんだっけ。なんか、カモメが、の声か、あれは。あ、これは素晴らしいな。これはぜひ他のメンバーも習得したいですね。同じやつだったらトンズラしようか。あ、移動するわけね。あ、これは水平に動くんだ。
何？なんか落としてるぞ。あ、ちょっと見えないのか。戻っちゃうんだ。今なかったね。魔導杖の破片、なんかの調合ですね。あ、これか、これか。魔法キラー、魔法系のやつがいるのかな。でも今んとこ無理だな。さて、ちょっとこっちも行ってみたいが、こっち行くか。何？どうしたらいいんだ。じゃあこれは？あ、これが見えてた宝箱か。あ、戻っちゃうのね。お、石板のけっぺん、あれ、これ貴重品じゃない。あ、貴重品のマークだ。うん、これなんか前どっかで拾った。あ、これね。あ、やっぱり、あ、これ赤い森で拾ったんだ。あー、じゃあ同じような東方部族のなんかそのなんかあれなんだね。あー、だからここにもあるんだ。確かね、石板のけっぺんって1個ね、これ2個目だけど、うん、確か赤い森で拾ったはず。へえ。うん、ちなみにここ古の大廃墟、東方部族の遺産っていうんだね。東方部族の人たちっていうのは、あ、しまった、乗ってしまった。あ、乗るしかないのか。東方部族の人たちはいないのかな。もうね。あ、そっか、いけないのか。まあ同じ敵だったら次エンカウントした時に、まあね、カットしようかな。これはこっち行くのね。これは戻るためだけかな。うん、カモメじゃない、普通の鳥か。へえ、これも何、浮いてんの。まさかと思うけど浮いてるのか。崩れてるけど、なんか画面が変な風に切り替わるから、ちょっと画面酔いしちゃうかもしれませんね。これは灼熱の鍾乳洞と同じパターンですね。うん、これは絶対にダメだな。うん、このこれものすごく強烈なので多分ね。あ、しまった、しまったぞ。炎症補助使えるやつがいない。マジか。参ったな。まあちょっとやってみるか。参ったな、炎症補助使えるやつがいないし、スキル組んでない。参ったな。どこだったっけな。違う、次のターンになってしまう。ウィンドだったよね。ウィンドだよな。これは何にしようかな。まあちょっと戦ってみるか。HP はこいつら。あ、しまった、指離しちゃったよ。全然ダメだね。あ、全体魔法じゃないのか。おっと、ラッキー。ダメか、一人ぐらい死ぬかな。よし、まだダメ。嘘、マジで。なんとか、なんとか滅却をなす無の力。いざ。HP はあんまない。またレベルが上がっちゃったか。多分やり直すと思います、レベル上げたくないんで。おっと、またなんか星の広場。おっと、またなんか何かあるね。お、なんかあそこに色が違うのがあるね。ちょっと今こう上にカメラ向けらんないけど、ん？
これはこっちにはいけない？こっち、ここは何？この切れ目は関係ない？まずい、まずい、なんかいるぞ。なんだ？あ、こういうことか、見破りごっくいだっけ。あー、いいね。おー、いろいろ持ってるね。おー、いろいろ持ってるね。びっくりマークはまだ一個も取ったことないってやつですね。取ったことないとか、うん、拾ったことないとか。お、ヒヒロかね。ヒヒロ、あ、ドロップか、ドロップか。ちょっと待てよ、東方戦士生き残りみたいなのがいんの？こいつバックだな、強そう。ちょっと待てよ、まずどうしたらいいだろうか。この東方戦士ってどれぐらい？ 2000 か。これはあれね、あ、またちょっとスキルとか組み直さなきゃダメだな。じゃあ、あ、そっか、これ解除しちゃうと外れちゃうんだな。しまった、火に変えたかったのに。なんか雄たけび上げてるよ。まあ、これしかないかな。なんかごく一般的な戦い方になってしまったが、木か水か、あ、呪術、呪術、まあそうね、 GC2 倍ダメージか。バックを狙いたいけど、どうせ一撃じゃ死なないんだし、まあ普通に戦うか。ちょっと分かんないし。ああ、うん、お、いいね、よし、今 GC2 倍ダメージ働いたのか。まだダメ、まだダメか。なんだって？ノロードかよ。あ、まずいな、そっち。よし、後ろもダメージ入りそうだね。あー、じゃあまあこれでもいいか。風か、うん、じゃあこうで、よし、お、なんか円盤とかいうのもらったな。おう、うん、あいつはああいう技なんだな。うん、他のサポートみたいな感じですね。魔法のなんか強烈な魔法とか使ってくるのかわかんないけど、まあそれじゃなくてよかったですよ。よし、消えろ。うん、強いものが勝つ、ただそれだけだ。まあなんとか戦えるな。あ、まあレベルもガンガン上がっちゃってるからな。うん、またね、また雑魚戦のまとめみたいな感じで、ボス戦も含めてね、どうせボス戦あるんでしょ多分ね。うん、そこに雑魚戦のまとめで今のやつらの戦いだ、もっとね、裏でね、上代城が効くのかとか、あの効くやつらいるじゃないですか、たまに。うん、あのそういうのも裏でやって、でまた動画にします。今はこうやって適当に戦っちゃってますけど、それじゃつまらないのでね。あっと、乗ってしまった。これ乗っても動かないぜか。
あそこになんかセーブポイントの青バージョンみたいのがあんな。壊れちゃったのかな。でもエネルギーは来ているみたいだし、自動制御機能が停止してるだけじゃないかしら。手動に切り替えるスイッチが近くにあると思うんだけど。そうなんだ、手動に切り替える。この光ってるのがスイッチじゃないかな。ああ、ああ、あれ目の前にあんのか。なんか遠近法が分かんなかった。ああ、あ、違うよな。いや、ちょっと待って、これは関係、これ石碑じゃないの。あ、トルタンいなきゃダメか。あ、いるからいいのか。おお、いいね。なんだろう今度は。黄金の小手、すごそうだけど、すごそうだけど何かな。おお、へえ、へえ、へえ、ああねえ、魔法にはこっちだね。へえ、そっか、これと対にな、対っていうかなってるものだね、うん、オートバリアとオートシールド。へえ、そっか、メンバー変えようか。まあトンズラ入れといた方がいいな。同じ敵だったらトンズラしたいんだけど、これ乗るしかないのか。うん、これはいけないんだが、いけないな、うん、あ、これね、これがピュッて出てくるんだ。あ、上上なの。そうなんだ。ここはどういう、ん、あ、ここにもあるんだね、乗るのが。あ、ただぐるっと、ただぐるっと、これは下行っちゃうんだね。あ、こっち行くと何？あ、関係ないか。じゃあ今のとこ乗るしか。あ、ちょっと待て、今トンズラしようと思ったんだけど、また新しいやつだな。マニー、ちょっと初めて見る系統だぞ。あ、しまった、セドがいないんだ。そうか、そういう時困るね。じゃあまあちょっと適当に戦おうか。と言ってもな、と言っても分かんないな。あ、風邪ひ？なんかどういう特徴があるのかな。パワー系とかじゃなさそうだけど、まあちょっとつまんない戦いだけど、こうやってやるか。切り崩しも何もな、二人ともフォワードだもんな。まあじゃあさっきのどこ行った？ん？黄金のな、あ、これじゃあやってみようか。こういうの効く？火か。火だったよな。お、なんだ？おー、物理ね。結構今ダメージあったな。ああ。よし。何？面白い動きだね。まだダメ。あとどんな特徴があるのかな。まあちょっと適当に。状態上はかからないな。うん、よし。HP はあるんだね。あ、もう瀕死だね。ここ敵の種類多いね。負ける気がしないね。お、儀式のクリスタル。ここ敵の種類多いね。あ、なんか光ってる。これもスイッチなのかな。あれ？でもこれプレートに乗ったままじゃ
触れない、触れないよ、触れないよ。これじゃ動かねえじゃねえか。やれやれ、めんどくさい遺跡だな。それにこの先進んでも行き止まりっぽいし。そうなの？行き止まりっぽいし、あっちのプレートは上に行かねえと動かせないって、どうやれば通れるっつうんだよ。誰かが乗って操作すればよいのではないですか。ちょっと待って、分かんなかった意味が。それはそうだけどよ、しょうがない。ここで二手に分かれようか。私たちは上から回ろう。カイム、あんたはクックたちと下の道へ行って。ここだって昔は東方部族が使ってた建物だ。どうにかすれば向こう側の、あそこに行きたいのか。向こう側の扉にたどり着けるはずだよ。そこで合流しよう。なるほど、ここで二手に分かれちゃうんだ。さて、ん？あ、キャラ切り替え？そんなボタンがあったとは。なるほど。あ、で、これを操作して。あ、上に行って。いやいや、ちょっと待って。これ。ああ、そういうこと？ちょっと待ってよ。そういうこと。さて、じゃあこれで、あれ、このバチバチ言ってるのなんだろう。これはプレートかな。危ないわよ、離れなさい。大丈夫だよ、それよりこれ使えるんじゃない。使えるんじゃないと言って、あ、体当たり。おう、いいね。でこれ切り替えてこれ乗るって。おう、何、ボタンが出てこない。あ、出てきたか、びっくりした。明日、あ、扉のところで会おうとか言ってたよね。あ、でもこれちょっとこうやって行かなきゃいけないんだね。ちょっと待って、そっか、家族だねこの4人は。そっか、家族班とそれ以外か。なんかある？何もないの？何にもないのか。本当に？こういう見えないとこに、こっちは何かな？え、ここにも行けるんだ。まずいな、さらに行けるのか。あっと、ここにもあるね。これはいけない？ちょっと待って、さっきのここは？おお、いいね。お、魔道場の鍵？あれ、魔道場の鍵？あれ、なんか聞いたことあるな、なんだっけ？あの、秘密の洞窟でももらったな。あ、バックヤードだ。あ、これで解放されんの？もう一個。あ、本当に？マジで？じゃあバックヤード戻ろうかな、裏で。これはじゃあここ行くしかないんだね。あー、そっち行くのか。これ行くしかないんだね。なんか息漏れてるところがなんかあるようなないような。今のとここれ何、なんだこれ。ダメ。あー、またなんかあるね。あ、いや、これただの箱だ。これはなんかどっちこか。ちょっと新しいやつが出てきたんで戦いますか。なんか怖いな。炎症補助があるな。待てよ。と言っても一回じゃ倒せないからな。あ、そっか、これちょっと待て。そうか、そっか、水と火なんだな。水と火か。
なんかできないかな。まあいいんですが、炎の守り、そんなのつけてたのか。あ、違う違う、間違えた。あ、違う違う、すぐ戻っちゃうんだよな。あ、そっか、英知がない。英知がないぞ。これどうだったっけ。あ、これ使える？じゃあ、お、なんだか、あ、カウンター、カウンター、よかった。よし。なんか怖いね。豪華？炎のお守りつけとくべきだったか。あと暗闇？暗闇？暗闇？まずいな。これ外せないな。しまったな。マインデスかけてあげたいんだけどな、さらに。まいったな。暗闇か。仕方ない。これか。どうせやっても命中率下がるから。まあこれでもいいか。こいつで。あ、水の場合土だった。間違えてた。水の前土か。通りで、お、ラッキー。通りで威力入んないと思ったよ。通りで威力入んないと思ったよ。ちょっと待って。御柱？うわー、マジか。御柱なんかコンビネーション。なんでそんな威力ないの。あ、なんか間違えた。あ、ちょっと待って、あれ使えなかったんだ。ちょっと待てよ。あ、ちょ、また間違えちゃった。土だよ。土だよ。あれは使えないのか。ちょっと待て、なんか聞くのが分かればいいんだけど。また間違えちゃった。ダメか。激流？一応聞くのか。こういうの聞かないかな。なんでこんなに威力ないんだ。あ、死んだな。あ、ロスト？こいつロスト使うの？おっと、危な。あれ、死んだぞ。永久凍土。なるほど。どれが言ってどう言ってないか分からなくなっちゃったよ。戦いが長すぎ。あ、危ない危ない。おこれはあれじゃないか。合成魔法のさらにいいやつかな。あ、やっぱりいいね。まあ今ちょっとな。へえ。ちょっと待って、何するんだっけ。ここ何もなかったの。はい、カットしました。今出てきてた、今まで出てきてたやつの、まあ、違う組み合わせだったんで、
まあいいかと思って、カットしました。これはトレジャーとか取るために存在してたのか、今のとこは、今の場所は。で、何をどうするか分かんなくなって来ちゃったよ。ああ、これ?ああ、これ?何?え?え?どうするんだっけ?ああ、ちょっと待って。カットしました。ちょっと、なんか、分からなくなってきちゃった。これはなんだっけ?待って。ここはなんだっけ?あ、ここ来てないところか。いいね。あ、これ何かもらったことあるな。さっきと同じ組み合わせだったのでカットしました。あの炎とね、氷のやつ。あ、こっちかな。あ、下になんか四角いのがあるんだ。あ、リセット、呪術だね。敵一体のパラメーター変化効果をリセット。パラメーター変化、パラメーターが変化するやつがいるんだ。今までいたのかな。おお、なんかいかにも怪しくないか。これはなんだ。ちょっと、ここはいいな、乗るの。おい、カイムたちと一緒じゃねえとまずいんでねえの。早く合流しようぜ。よかったよ。そっか。なるほど。でも合流、うん。でも合流しないから。はい、カットね。合流しないから見れたっていう感じですね。お、これはいいんじゃない?お、いいね。また、あそこまで行くのかな。うん、なんか何をどうこう言ってるのか分かんなくなってきちゃったけど。戻れないの。嘘でしょ。どうやって、なんかここの場所怪しいね。どうやって、あ、切り替えるのか、切り替えるのか。そっか、ここまで一緒に来るのかな。ここに合流するってことか。うん、あのもう大体出尽くしたみたいですね、敵。また同じだったので。お、あれかな、なんか違うような気がするけど。あ、下、あ、それであれかな、なんか違うような気がしてきたぞ。下だと違うでしょ。上だ、よし。うん、宝箱開いてるね。お、いいんじゃない?いいんじゃない?あ、合流って?あ、ちょっと待って。これでいいのか?これでいいの?何?こういう風にすんの?こうすればいいの?待って、行くな、キャプテンたちと合流してからにしようよ。え、だって合流。で、これ乗るって?何?じゃあここ?ここ?あ、違う。こういうこと?こういうこと?違うんだ。ちょっと待てよ、おい。じゃあ、二人、そっか、扉とか言ってたもんな。あれ、でも行けない。そっか、これ行けない。ちょっと待って。あ、違う、そこじゃない。ここ、こういうとこ、なんかないの?ないのか。ここ?ここは扉じゃないよな。はい、カットしましたけど、どうやって合流のちょっと意味が分かんないんだけどさ、下に行けないもんな。話しかけるとか、そっちも無事みたいね。じゃあ行こう。話しかければいいんかい。このゲームダメなポイント
話すボタンが出ない。話すボタンの表示がいろんなところでね。おお、光が緑色に変わったぞ。自動制御機能が回復したみたいね。これで戻るのも簡単になるわ。入り口かなんかに戻れんのかな。ん、今はダメなのか。とにかくここかな。おうおう、やっとだよ。空中回路。ん、これはいけないのかな。さーて、おーすごいね、ラピュタかすごいな。ここは複雑じゃないからまだいいね。おっと、これいけないもんね。じゃあ乗るしかないんだね。おおっと、これは何かあるね。絶対あれがあるっていうことはボスかな。ここで休めるんじゃないからしいね。お宝早く探そうよ。トルタン、私なら大丈夫です。ちょっと慣れてないか。無理しないでいいんだよ。あ、なんか、あ、なんか始まる、あっと、ああ、カットしようと思ったんですけど、新しいやつがいるね。あー、こいつか。あー、これはまずい。これはまずくないか。こいつさ、前あれが聞いたけど、あのストーンが。とにかくこいつやろうか。ストーン効かないかな。どうかな。どうだろう。ああ、しまった、こいつ倒すんだったのか。あ、まずい、ダメか。よし。あ、ダメ。ダメか。ダメなんだ。いや、きついね。おっと。お、やっぱり盗…何？ヘイ！あ、なるほどね。魔導実験録盗まれた。嘘だろ？魔導実験録、やっぱ盗むやつなんだ。あ、いなくなっちゃった。あれ、じゃあ、あのエルモンリーダーみたいのいるのかな。トルキーリーダーみたいの。参ったな。あれ効かないかな。あ、今あれいないのか。あのクック栄翔補助使えないんだな。社員聞くかな。どうだろう、ちょっと回復しなきゃダメか。おう、ダメだよな。おっと、なんかすごそう。ダメか。執念入ってなかったか。ゼフォール？あ、なんか防御力が下がるのかな。間に合わなかったか。ゼフォールね。なるほど、多分防御力が下がってるんだな。あ、やっぱり。あ、全部下がっちゃってんの。マジか。ほんとかよ。もうそろそろトルタン、あの MP ないな。ところでこいつ何なんだ。
あ、呪術か。あー、なるほどね。呪術。これ盗まれなくてよかったな。これで、でも次のターンだもんな。あ、へえ、こういうやつなの？ん？ゼフレア、ゼフラン、定位力？あ、そっか、MP がないのか。あ、MP がないのか。なるほど。ちょっとよく見てなかったけど。うん、まあちょっと一体一体。あ、聞くの？聞く。うん、これだけでもだいぶ違う。あ、でもこれはどうかな。あ、OK、 いいね、さすが社員。 OK、 まあ今のはね、食らっちゃってたんだけど、やっとか。よし、じゃあこっちから行こうか。なんかちょっと適当な戦い方になっちゃったけど、使うしかないな。ちょっと威力落ちてるけど。あ、しまった、ぼーっとしてた。避けるのか、いいね。まあ雑魚戦のまとめはまた、あのさっき言ったようにやりますよ。もうちょっとちゃんとね。よし、消えろ。よし、早送りするかな。お、風神太鼓、初めてだね。さて、お、ちょっと豪華な、ええ、わあすごい、あっちになんか大きいのがある、あるよ、あるね。でっかい遺跡を作ったもんだな、東方の部族ってのは。うん、さて、この辺りがウーラの魔導研究の人が言ってた魔導スポットじゃないかな。魔導、あ、そうか、そっか、そんなのすっかり忘れてたよ。魔導計測器をセットしておくよ。これあれですね、これだ、遠くに神殿が見える辺り、これでしょ、東方部族の遺跡の。他のね、3つはやったんだよ。うん、イプシロン、暗黒、それからゴッツァね、アイスキャニオン。うん、でこれで4つ目だ。この人のとこ戻んなきゃダメかな。戻んなきゃダメだよな。ちょっとよく見たい。窓計測器をセットしました。そうか、なるほど、へえ。下に行けんの。ちょっと待て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 、ん？なんか普通のトレジャーじゃないの？なんだそりゃ。呪術の力が込められた石だね。ああ、これを取りに来たんだっけ？これがお宝って、こんなちっぽけなもんなのかよ。バカ、あんなわけねえだろう。これじゃノーチラスには小さすぎるぜ。いや、小さくても平気なのかなって一瞬思っちゃったよ。これが使えるくらいのもんって、いや、そうだな。魔導式探知機？なんか聞いたことあるな。なんだっけそれ、強化できるの？当たり前だろ。
なんだっけ魔導探セドいつもこれだね、この音。ほれ、これで結構深いところまで探れるようになったぜ。何のことだっけ。あ、あれ、あのあれか。あ、これってレベルとかあるんだ。これなら、あ、だからこれ四角が3つあんのか。あ、なるほど、こういうことか。赤くなってる。あれ、じゃあこれもいけるんじゃない。あれ、ちょっと待って、イニシエの大学の生まれてる。あ、ここにもあったの。これはまあいけないんだけど今。あ、これね。あ、そっか、これも探さなきゃいけないんだな。あ、これ今いけないからいいとして、これこれこれ、これもこれで取れるんじゃない。あ、でも3つ必要なのかな。あ、これは3つ必要なのか。この黒いグレー表示じゃないやつ、そういう意味なのかな。あの黒い丸はもう一個必要ですよみたいな。あ、これもうっすらグレーに丸くなってるね。まあハテナだからわかんないけど、これはじゃあ2個でいいんだ、レベル2までで。あー、じゃあ行ってみようかね館。前に動画で行った時何もほらなかったって言って丸ごとカットしちゃいましたって言って。これこっちは邪魔するやつだ。また新しいやつだな。社員聞くかな、うん、まあいずれにしても2人は聞くからな。あいつは聞かないだろうな。マギプラントとかいうの。あいつあれ前赤い森に出たやつと同じですね。こいつフォワードか。うん、あいつ呪術だろうな。うん、多分。じゃあこれでもいいか。あ、そっか。また。よし。炎症補助組むの忘れた。ああ、一回は食らうな、まずいな。皆無か。まあ同じでいいか、ちょっと時間もないし。あいつ効かないか。オッケでもしようかな。全部レベル上がったね。お、施すとかいうのが手に入ったぞ。ん、そうなんだ。こいつただでさえ MP 少ないけどな。さて、ここ何があんの。どこまでやろうかな。だいぶ動画長くなっちゃったけど、これはどう進めばいいのでしょう。まだあんのか。じゃあここまでにしようかな。いくらなんでもちょっと無理だな。こう言ってプレートを動かして、でもそうするとこっちが、反対側から行ってもあっちが複雑そうだな、これ時間かかるわ。うん、確かにどの道も行き止まりだな。仕方ないね、ここも分かれて進もう。なるほど、なるほどね。月の宮殿。あとさっきのさ、トルッキーとかやってさ、あいつほらあのね、あの返してもらいたいんだけど、まあどっかにいるのかな、アイスキャニオンの時みたいに。なんかね、
あの リーダーみたいのが、うん、そういうのもちょっと知りたいね。それからあ、じゃああれだけ、うん、ちょっとその どうやって帰るんだ。嘘マジ。あのほらさっきのあのクエストの魔導計測器だっけ、あれの報告だけ行きたかったんだけどダメらしい。うん、じゃあまあいいや、それも含めて次回にしよう。では今回もご視聴いただきありがとうございました。いや長くなっちゃったな、どれだけ編集で短くできるか。では、次の動画でまたお会いしましょう。なんかちょっといろんなことがあってね、頭まだ混乱してますが、次回までにちょっといろいろ考えておきます。では次回の動画まで。ジェラティでした。じゃあね。